今ですね、道の駅越後市振り、越後市振りの関って読むのかな、相変わらず地名の読み方がよくわかんないですけど、そこでさっきあの甘エビの押し寿司を食って休憩しようかなと思ったんですが、初日に行った船が置いてある道の駅覚えてます？日産の充電器、なんかちょっと変わった日産の充電器があるところ、あそこまで51分なんで、そこまで行って充電しながら休憩したいと思います。ちょうどバッテリーも 52% なんで、いい感じに充電できるんじゃないかな。で、あとあそこにあった魚センターみたいなのが超気になるんで、行きます、出発します。すごいどでかいカメがいる。雨が降ってるんで車内から失礼いたします。すごいね、これ道の駅親知らず割といいんすけど、ちょっと問題がありまして、レポートいたします。道の駅、あ、違う、なんとかビアパークだ、親知らずじゃなかった。でですよ、まずいいところは車を止めるのがこの高架の下なんですよ。で、雨とか暑い時とかでも大丈夫、高速道路の下に椅子と机があったりとか、チャリンコ止めれたりとか、ほら車も向こうにも止めれますけど、もちろんこっちの方にも止めれるんですよ。だからそこはめちゃめちゃグッと、でなんか食堂みたいのもあるし、雨に濡れないっていうのはすごいいいですよ。わかった、親知らずピアパークだ、道の駅で。なんかジオパークっていうのがあるらしいです。で、ジオパークっていうのは何か全然わかりません。でですよ、でですよ、でこんな感じで自販機もあるし、トイレもあるし、なお魚センターもある。あ、お魚センター見るしかないね、これ。すげえ、サケでかい、2700円、これ筋子1個取れればもうそれだけで得じゃん。へえ、親知らずさん、すごい、もうすごいね、ふくらぎ、昨日俺が釣ったやつ、ベニズワイガニ、いいね、いろいろあるよ、こんな感じ。はい、お魚センターでした。というわけで、すごいいいね、鮭いいじゃん。あれメスの2800円ぐらいのやつ買って筋子取れればそれだけで元取れんじゃねえので、トイレです。でほら、駐車場も高速道路の下にあるからめっちゃいい。でちょっと戻ります。で、唯一残念なところ先に言っちゃうと、あ、待って、あといいところもあった、黒が300円やで、すごいじゃん。あー、でもここにあるわけじゃなくてちょっと遠いんだね。でもまあいいんじゃない。で、食うところ閉まってるけど、あっちの奥の方に飯食うところがあるらしい。おいで、すいません、EV 乗りとして唯一残念なところがあって、それ急速充電器が時間制限24時間じゃないんですよ。朝の9時だったか、ちょ今見ますけど、ちょっと待ってください。こんな感じ、急速充電器があって、で左右に2台止めれるっていうのは、あの EV のことすごいよく分かってる人が設置したんだなと思う。こっちで充電してたらこっちで待てばいいですからね、すごい合理的ですよね、車も動かさなくてもいいし。で、悪いのが、これ問題がこれなんですよ、9時半から3時半までしかやってないんですよ。これちょっときついな、なんで24時間にしなかったんだろう。で、あと受付が必要だっていうのがちょっといけてないですね。使ってほしくないのかなって思っちゃいますよね。充電器自体は日産のいいやつ、これ多分出力かなり出るんじゃないですか。ここな、なんとかしてもらいたいよな。これさえなんとかしてくれれば、もうこの道の駅に2年は住める。というわけで、親知らずなんとかパークでした。現場からは以上です。この旅の終わりを祝福するように綺麗な虹がかかっております。映ってんのかな。あ、映ってんね、いいね。